皆様。マジ？またいらっしゃってね。よし、早く誠と春を助けに行こうぜ。映画の中結構入り組んでたけど迷わないかな。双葉、ナビできそう？いろいろ試しては見たけど、いつも通りにはいかなそうだな。やや不安定っていうか、はっきりとした位置情報が把握できない。妨害でもされているのか？ここに異変をもたらした何者かが細工しているのかもしれないね。つって誠たちをほっとけるかよ。ナビなしでも行くしかねえだろ。大丈夫、俺勘なら自信あるし、野生の完璧な。信用度ゼロすぎるだろう。あの、これ使える？ん？それはノートか？うん、使えないかな。おお、なるほど、アナログという手があったな。あ、そっか、ノートに地図を書いていけば安心ってわけだね。映画の中を進んだら道順をノートに書き込んでいってくれ。そうすれば地図としても使えるし、道に迷うこともないはずだ。これ本当に使っていいのか？光のノートなんだろ？それ気づいたら持ってて、どうすればいいかわからなくて。使っていいっていうか、使って。じゃあ遠慮なく使うね。どうもありがとう。地図の作成は任せたぞ。いや、そういう几帳面なのマジ無理。西とか東とか絶対こんがらがる。はあ、映画の中で迷子は勘弁だ。ここはリーダーのお前が適任だな。皆様、行かれるのですね。くれぐれもご無理だけはなさらないで。見くびるなって。これくらい俺らなら余裕だぜ。このスクリーンに飛び込めば映画の中に入れるんだよね。えバレスの中に入るのとはまた違った趣だな。よっしゃ、行こうぜ。ねえ、行かないの？ね、なんで俺からなんだよ。ユウスケ、人間いざとなると踏ん切りがつかないものだな。お前らほんと仕方ないな。ここはビシッと決め。海外を先にってなるか。ここは怪盗団のリーダーとしてお前が先陣を切るとこだろう。よし、決まりだな。任せたぞ。みんな気をつけて。
OK。ああ行こうぜ。このまま行くぞ。そうだな。
でも。そうだね。よし。ジョーカー、行こうか。よっしゃ、行こうぜ。いざ。そうだな。いい腕だ。フォックス、やるな。いいぞ、スカル。さて、これでしまいだ。お仕置きの時間。やったな、おい。大勝利だ。スカルも時々は活躍しないとね。ん？よし。